行くぞイタリア。くらえ、もうこの位置。これが世界が相手だ。俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。ボールも狙いも届かない。シュート。ボールを抑えたヘルナンデス君、すぐさまスローインに移る。それなんとヘルナンデス君のスローインが翼君の元へ。これはまさかわざと。さあ君のドライブシュート打ってきたまえ。やっぱり蒸発している。よし受けて立とう。俺のドライブシュート止められるものなら止めてみろ。うわ、翼くんシュートだ。ドライブシュートに行く。何？あ、ヘルナンデス君、翼くんの威力あふれるドライブシュートをワンハンドキャッチ。これがヨーロッパナンバーワンキーパーの実力なのか。ドライブシュート、いいシュートだ。前までの俺だったら片手ではキャッチできなかっただろう。だがフランス国際大会が中止になった後、俺はこの右腕を徹底的に鍛え上げたんだ。1年前に俺から最後のゴールを奪った男、カール・ハインツ・シュナイダーに借りを返すために。さすがだ。これが本場の本当の力なんだな。だが今度こそゴールを割るぞヘルナンデス。パントキック、どこまで運べるか。ここで奪った。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。渾身のシュート。ヘルナンデス君これを止められるか。取った。まさに守護神。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。マサ君激しいタックル。さあ決まった。ここは抜かせません。ここはクリアだ。フェイントだ。フェデリコ君ボールを狙うも届かない。パスを出します。ぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。フランチェスコ君ボールを狙うも届かない。マテオ君ここは抜かせません。マテオ君激しいタックル。これを見ろ。フランチェスコ君必殺のシュートを放った。フェデリコ君ボールを奪うことができません。翼君勝つと言ったら勝つ。なんだと。ドライブシュート。そこだ。よっしゃ行け。当然さ。うわっ、大体キングもらった。お前らは俺の踏み台なんだよ。雑魚なまとわりつくんじゃねえ。邪魔だ。技そして力の融合。さあ後悔させてやる。すごいシュートだ。読み込んで鋭く反応。止められない。このゴールで同点に。これ
れが俺のサッカーだ。行け。止めてみろよ。邪魔だ。さあ後悔させてやる。ルチアノ君ゴール。イタリアの攻撃を一人で担うルチアノ君、見事チームの期待に応えてみせました。見たか、これが俺のサッカーだ。すごい。ドイツのシュナイダーもすごいと思ったけど、この選手も決して負けていない。これが世界の本気なのか。確かに今のはすげえ。世界はやっぱり広いぜ。だが俺だって負けちゃいねえ。鍛え直した俺の力、この試合で必ず証明してやる。それ、行け。もうこのタイガーショット、見事なワンハンドキャッチ。絶妙なインターセプト。ここは抜かせません。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。体ごとぶつかっていった。ここは抜かせません。ペデリーコ君、これはさすがのセービング。翼君パスを回す。マサオ君どうだ。ここはパスに切り替えた。くらえ。ここでタイガーショット。これは反応しているぞ。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。おっと攻守交代だ。マサオ君ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。チャージが決まった。いくぞ。翼君必殺のシュートでゴールを狙う。ヘルナンデス君横に飛んだ。ボールはまだ生きている。バサレロ君これをトラップ。チャージが決まった。シュートを放った。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。てめえらしつこいんだよ。ジノ君ゴールを狙う。さあこの位置で受けた。翼君お箱のヒールリフトだ。バサレロ君ここはパスを出した。バサオ君ここは抜かせません。バサレロ君激しいタックル。ここはパスを出した。バサレロ君パスを出します。チャージが決まった。ドリブルと見せかけてパス。ここからシュートに持っていく。ドライブシュート。お箱のドライブシュートだ。あ、得意のワンハンドキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。ルチアーノ君ロングパスを受けます。体ごとぶつかっていった。タルデリ君ボールを奪うことができません。シュート、ここから打ってきた。それこれは見事にキャッチ。いいぞ全日本ジュニアユース。優勝候補イタリア相手によく戦ってると。イタリアに勝てば大金星だぞ日本。後半も頑張れよ。声かけてもらえるのはありがたいけどよ、これじゃ俺たち相当弱いと思われてたみたいだな。そうだい。世界からは俺たち日本なんて相当レベルの低い国に見えてたんだろうな。ああ
ああ、その意気だ。サッカーは実力が全て。他人に認めさせるには力を見せるしかない。俺もハンブルクではその気持ちで頑張ったもんさ。みんな、ナイスファイトだ。ここまでは上出来だぞ。前半これだけ戦えたんだ。後半も大丈夫さ。そうそう、俺たち強くなってるんだしな。でもみんな、気を抜かないでいこう。美咲の言う通り、相手は優勝候補に挙げられてるくらいだ。きっとまだまだ底力がある。よし、後半も気合を入れていこう。あのヘルナンデスってキーパー、評判になるだけのことはあるぜ。あいつから点を取るにはやはりあれを使うしかない。それに俺も世界で勝負していくためにあのルチアーノってやつには負けてられねえんだ。翼さん、後半の戦い方なんですけど。なんだい？もしもの話ですけど、この後もしイタリアにリードされたとしたら、きっとイタリアは自陣を固めてくると思うんです。それでそうなったら少人数で崩すのは難しいんじゃないかと。だからそうなった時は一か八か、全員で圧力をかけてゴールをこじ開けに行く方法もあるんじゃないかって思ったんです。もちろんもしもの話なんですけど、一応そういうことも考えておいた方がいいかなと思って。確かにやらないに越したことはないけど、でも必要な時はそれも手だね。でもそれは本当に一か八かの作戦だ。試合の流れを見極める戦術群がないと失敗してカウンターの餌食になる。ゲームメーカーの経験が豊富なたけしが試合に出ていれば任せられるんだけど。おい、ルチアーノ、いつもいつも自分勝手なプレーばっかりしやがって、もう我慢ならねえ。なんだよ、うるせえな。別に負けてるわけじゃねえんだ。問題ねえだろ。そんなわけあるか。貴様が自分勝手なせいでこっちは10人で戦ってるようなものなんだぞ。俺たちがどれだけ大変だと思ってるんだ。だからどうした。大体俺が一人で点取りに行ってるのはお前らに能力がないからじゃねえか。何？俺がチームを勝たせてやるって言ってんだ。能なしは黙って見てろ。ルチアーノ、二人ともやめないか。味方同士でいがみ合ってどうする。おお、さすが名門クラブチームの優等生さんだな。俺も早くそうなりたいもんだぜ。貴様、なんてことを。タルデリ、ここは任せろ。ジノ、ルチアーノ、今君は俺がチームを勝たせてやると言ったな。言ったさ。それがどうした。確かに点を取るというところは俺たちは君に甘えている。だがその取った点を守っているのは誰だ。サッカーは一人では勝てない。チーム全員が攻めて守って初めて勝てるんだ。だからどうしたってんだよ。別にそれが分かっているか確認しただけさ。ルチアーノだけじゃない、みんなもだ。なぜルチアーノにパスを出さない。なぜルチアーノがもっと点を取りやすいように協力しない。もし彼が気に入らないからといってそんなことをしているのならば、君たちもルチアーノと変わらない。俺は勝ちたい。だから喜んでルチアーノにパスを送る。みんなも後半は勝つために
何が最善かを考えてプレイしてほしい。いいな。おルチアーノ、地方の小さなクラブチームを勝たせ続けて代表まで上り詰めた君は、チームが勝つために何が必要で、どんなプレーが一番いいのか、それが分かっているはずだ。信じているよ、ルチアーノ。チーノ、あいつ。勝つために必要なプレイか。おい、ルチアーノ。なんだよ。後半はお前にもパスを出す。だからお前も俺たちを利用しろ。イタリアが勝つためだ。いくらでも利用されてやるぜ。ジーナ、俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。あっと、イタリア前半と様子が違う。ルチアーノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。行け。フェデリコ君、ここは抜かせません。それ、行け。ルチアーノ君、センターラインを越えて攻め込む。石崎君、ここは勝負を避けた。マテオ君、ボールを狙うも届かない。ドライブシュート、シュートを放った。スマートに抑えた。パスを回す。おっと、ヒューガ君、大きく足を振りかぶった。見ていてください、キラ監督、送ってもらったあのブラックボールで鍛え直したこのシュート。来い、どんなシュートであろうと俺の黄金の右腕で止める。ヨーロッパナンバーワンキーパーであろうと必ずゴールに突き刺す。くらえ、これがレオタイガーショットだ。決まった。ヒューガ君のシュート、ヘルナンデス君の黄金の右腕をものともせずゴールに突き刺さった。やった、やったぞ、ヒューガ君。翼、見つかったぜ。うん、俺は今まで、特にこの3年間は、翼、お前を目指し、お前を倒すことだけを目標にサッカーをしてきた。でもこれで、俺にもお前という目標の上を行く、もっとでかい目標が見つかった。ヒューガ君、俺はサッカーにおけるストライカーナンバー9番を背に、世界一のエースストライカーを目指す。なんという威力のシュートだ。右腕を鍛えてきていなかったら確実に骨が折れていた。ルチアーノ君、あざまくかようなドリブル。タルデリ君、ここからチャンスを作れるか。グランセット君、ここで止めた。ゴールが決まった。ドリブルと見せかけてパス。翼君、ゴールを狙う。と、止めた。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。バサレロ君、ボールを奪うことができません。ドライブシュートだ。ヘルナンダ君、このシュートに反応している。あ、得意のワンハンドキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。
それ。また軍、ここはパスに切り替えた。加速、センターラインを越えて攻め込む。フランチェスコ君、ボールも狙うも届かない。ドライブシュート、フランチェスコ君が突き飛ばされた。あ、見事なキャッチング。すでに後半も半分が経過。ここからの一戦は非常に大きな意味を持ちます。シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。チャージが決まった。マト君、ここはパスを出した。ロデリーコ君、激しいタックル。みんな、ここは守りきるぞ。カテラピオの構えに入りました。イタリア守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオだ。コンティ君、素早く横にかわす。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。カズオ君、ここは勝負を避けた。レオタイガーショット。これは反応しているぞ。あっと、これを弾いた。ヘルナンデス君、ボールを持った。トリノ君、パスを出します。カズオ君、センターラインを越えて攻め込む。アダムとぶつかっていった。翼君、シュートだ。あー、弾きます。パスを受けた。たユーロ、ここは抜かせません。チャージが決まった。素早く横にかわす。体ごとぶつかっていった。石崎君、ここはパスに切り替えた。あーと、ドリブルを見送る。ヒューガ君、ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。また軍、ここで止めた。ここは勝負を避けた。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。豪快にシュート。このボールに飛びつく。強い。ゴールが遠く感じます。パントキックで大きく蹴り出した。ルチアーノくん、ロングパスを受けます。翼くん、ここは抜かせません。力を込めて強力なシュート。決死のセービング。これはさすがのセービング。パントキック、全日本見事な逆転劇。最後まで試合を諦めず勝利をものにしました。候補のイタリアに勝ったんだぜ。これなら十分に優勝も狙えるたい。そうさ、アメリカに来た最初の頃の俺たちと今の俺たちは全然違うんだからな。そう、プレマッチで見た日本と今日の日本はまるで違っていたよ。ヘルナンデス君、今日は俺たちの負けだ。日本のサッカーは素晴らしかったよ。ヒューガ、君のシュートには驚いたよ。あれほどのシュートを見たのは久しぶりだった。俺もお前くらいのキーパーと戦ったのは久しぶりだったぞ。それじゃあ、チャオ。うん、またね。イタリアチームのユース、特にジノ・ヘルナンデスとレオナルド・ルチアーノ、すごい選手だった。まさに世界の舞台に立たなければ出会えなかった強敵だ。翼くん、
応援してくれたスタンドのみんなに挨拶しに行こう。うん、みんなすまなかった。今日の負けは点を取られた俺の責任だ。まさか負けるとは思わなかったぜ。ああ、俺たちはまだまだ甘かったな。何を落ち込んでやがる。何？まだ残り2つを勝てば予選リーグを抜ける可能性はあるだろうが、落ち込んで無駄な時間使うくらいなら次の試合のことでも考えとけ。どうしたんだあいつ。ルチアーノ。翼、よくやったぞロベルト。あなたはロベルト本郷さんですね。全日本で翼は見事勝ちました。どうですか、翼のプレーを見て。あなたが日本を去ってからもロベルトさんが残したノートを頼りに、翼は自分なりにサッカーを研究し、その技を磨いていったんです。今日見せたドライブシュートがいい例です。そしてその他の細かなプレー一つ一つも、その全てはロベルトさん、あなたから翼が受け継いでいったものです。どうか今ベンチにいる翼に会って。間違いじゃありませんか。私はロベルトとかいう人物とは違いますよ。きっとあなたの人間違いでしょう。私はロベルトじゃありませんよ。ロベルトさん、今日の試合勝ったけれども、俺のドライブシュートはヘルナンデスにまるっきり通用しなかった。アメリカのアズワンにも簡単に止められてしまったし、俺のドライブシュートは世界で戦うには力不足なのか。でもヒューガ君はアズワンに止められたことをバネにネオタイガーショットを生み出した。俺も負けてはいられない。試合を組み立て点を取れるミッドフィルダー、理想の選手になるために俺もドライブシュートを強化するんだ。なあ、オランダって強いんだろ。もちろんさ。イタリアは守備のチームだったけど、オランダは攻撃のチームだ。特に注目するべきは背番号14をつけるブライアン・クライフォート。彼は数年前にワールドユースを制したオランダ代表スタイン・クライフォートの弟でね、今ヨーロッパでも注目されているフォワードさ。へえ、詳しいんだね。うん、僕はオランダの伝説的選手に憧れてサッカーを始めたからね。今でもオランダのサッカーはチェックしてるんだ。なるほど、それで美杉君は背番号14を欲しがったのか。あの時はわがままを言ってすみません。でもどうしても憧れの選手と同じ番号をつけたくて。憧れがあるのはいいことさ、それが成長につながるからね。俺がロベルトのつけていたブラジルの10番に憧れていたように、美杉君にもそういう選手がいたんだな。おい、そろそろ試合が始まるぜ。さあ、予選リーグ第2戦、オランダ対セネガル、今キックオフ。まずはボールを持ったセネガルのミッドフィルダー、キャプテンのイスマイル・サンゴール君。ここからどう試合を組み立て。あっと、サンゴール君いきなり大きく高く前に蹴り出した。
そしてフォワードのムーサマリック・ジャロ君がオランダの選手の間を凄まじいスピードで走り抜けていく。決まった！セネガル電光石火の先制点。サンゴール君の正確なロングボールをジャロ君が高い打点のヘディングでオランダゴールに叩き込みました。まさにセネガルらしい高い身体能力を生かした攻撃だ。あのフォワードすげえダッシュ力だ。行ったといい勝負なんじゃないか。おいおい、セネガルが先制しちまったぞ。だけどこれでオランダはスイッチが入ったよ。え？ほらオランダの選手たちの様子を見てみて。あれ、いきなり先制されたのに全然動揺してないみたいだ。そう、いくらでも点を取る自信があるんだよ彼らは。ここで試合終了のホイッスル。オランダ対セネガルの一戦はオランダの記録的大勝に終わりました。先制点を許したオランダでしたが、エースのクライフォート君を中心にその後は猛攻に次ぐ猛攻でセネガルを圧倒。一方セネガルは身体能力を生かしロングボールを多用してスペースに走り込むサッカーで臨みましたが、オランダのミッドフィルダークリスマン君に中盤を抑えられ、孤立させられたサンゴール君になかなかボールが渡らず、後半セネガルの選手たちが走り疲れて足が止まったところを立て続けにやられてしまいました。すげえ。これがオランダの攻撃力か。とんでもない連携のスピードだぜ。今日は初戦だったからこれでもまだ動きが硬かった方だよ。ああ、前線の連携はまだ良くなるだろうな。このオランダと次は戦うんですね。こいつの言う通りだ、たけし。俺たちも強くなってるんだ。自信を持て。はい。みんな、イタリアに続いてオランダもかなり強そうだ。だから今日の勢いを次の試合にしっかりつなげていこうぜ。おう！なあ、美咲はフランスジュニアユース代表のチームを見たことはあるのか？見たというか、実はちょっと戦ったこともあるんだ。え？戦うって、美咲はどこのチームにも所属してなかったんだろう？うん、だから自分の今の実力がよくわからなくて、それで自分の力を測るためにフランス代表の合宿に飛び入りで勝負を挑んだんだ。無茶しやがる。でもそうでもしないと日本代表に参加する自信が持てなくて。フランスの注目選手というとやっぱりピエールか？うん、エルシド・ピエール。彼のテクニックは本物だよ。彼とは2回1対1で戦ったことがあるけど、僕は2回とも抜くことができなかった。美咲くんが？他にも注目選手はいるけど。あ、試合が始まるよ。さあ、間もなく前半20分。ここまで試合は全くのフランスペース。フランスのキャプテンエルシド・ピエール君、再びイングランド陣内に切れ込む。素晴らしい華麗なテクニック。その流れるような動きにイングランド選手は誰もついていけません。そして相手を引きつけておいてのスルーパス、見事ルイ・ナポレオン君に通った。決まった！フランスさらに追加点。ナポレオン君の鋭い回転のかかったシュートが一直線にイングランドゴールに突き刺さった。彼がルイ・ナポレオン。気が荒くて
何度も乱闘騒ぎを起こしてるんだけど、それでも実力は見ての通りさ。さあイングランドも反撃だ。大きなサイドチェンジを繰り返しながらフランスディフェンスを揺さぶる。そして左サイドからエリア内で待つフォワードのディーン君に降りく。おっとフランスの選手が出足鋭いタックルでそれをカット。パスを出させずにボールを奪い取った。これはディフェンダーのジャン君だ。あのジャンってやつなかなかやるな。美咲君、彼は？ごめん、僕もよく知らないんだ。フランス国際大会が中止になった後、もう一回代表選考会を開いた時に新しく入った選手らしいんだけど。ここで試合終了。フランス、イングランドを全く寄せつけず初戦を勝利で飾りました。中盤をピエール君が抑え、ナポレオン君が点を取り、ジャン君がピンチの芽をいち早く摘み取る、まさに理想的な試合だったと言えるでしょう。フランス強いな。まあ当たり前なんだろうけど。ああ確かにピエールはすごかったな。美咲が勝てなかったってだけのことはあるぜ。ピエールの力はもう上の世代でも認められていて、将来のフランス代表入りを確約されているとも言われてるんだ。そこまでの選手なのか。まったく世界ってとんでもないところだな。次々とすげえのが出てきやがる。ピエール、美咲くん。美咲、俺たちは必ず決勝トーナメントに勝ち上がる。だから君も必ず勝ち残ってこい。今度こそ本物の試合で決着をつけよう。よし、それでは攻撃と守備に分かれてそれぞれゴール前の連携練習だ。はい、行くぜ。よし、シュートだ。はっ、ナイスパンチング。若島ぜ、反応が甘いぞ。若島ぜ、今のは両手でガッチリ取れたはずだ。何？それにそうだ、シュートコースがガラ空きだったぞ。もっと考えて動け。何？他のみんなもだ。動きがまだまだ悪い。イタリアに勝ったからっていい気になるな。そんな気の抜けたプレーでこれから先も勝ち抜けると思っているのか。何？若林くん。おい若林、こっちだって一生懸命やってんだぞ。それを何様のつもりだ。おいやめろ。そうだ、お前まで。そうだ、1年生にだって分かることがお前は分からないのか。それにしてもお前よく俺のポジショニングの指示の意図が分かったな。相当戦術の勉強してるだろう。お前みたいなやつがもっといてくれればこのチームも楽なんだが。それじゃあ練習を続けると。みんな早くしないと試合が終わっちゃう。早すぎるぜ翼。練習が長引いちゃったからね。間に合えばいいけど。なんだ？おい、
あのスコアを見るたい。なんだあの点差は。アルゼンチンがぶっちぎりじゃないか。スタークラウンスタジアムに大天才出現。自ら得点を上げるだけでなく、ミッドフィルダーとしてゲームも組み立てる、アルゼンチンサッカー10年に1人の逸材。サッカーの申し子の名前はファンディアス。そのディアス君にインタビューです。イタリア戦での日本の10番が南米スタイルのドリブルでイタリアを抜けたので、自分もいけると思いました。この大会いろんな国の選手が出ていますが、彼らに負けるとは思っていません。最後に優勝を手にするのは自分がいるアルゼンチンですよ。点を取って試合も組み立てるミッドフィルダー、翼さんと同じスタイルですね。ファンディアス。よし、いいシュートだ。その調子で頑張れ。探しましたよ、ロベルトさん。あなたは？アメリカのサッカー協会に問い合わせましてね。そうしたら、今遠征に来ているサンパウロの少年チームの監督があなただと。もう自分がロベルト本郷ではないなどと言わせませんよ。仕方ありません。でもお願いです。俺が今アメリカにいることは翼には言わないでください。俺はもう翼の前に立つ資格のない人間です。3年前、俺は翼との約束を破り、一人ブラジルへ帰ってしまった。それは自分自身翼を教えていく自信がなかったからです。でも俺がいなくても翼は成長していた。あいつはやっぱりサッカーの大天才ですよ。今年の初め、サンパウロのチームに日本サッカー協会からビデオが送られてきました。そのビデオには成長した翼の姿が映っていました。そのビデオに寄せられた手紙には、このビデオの少年はブラジルに渡りプロサッカー選手になることを夢見ていると。俺はそれを涙なしには見ることができませんでした。そしてこの大会でのあのビデオよりも成長していた翼の勇姿。でもロベルトさん、翼はあなたが自分をブラジルに連れて行かなかったわけをこう解釈しているんです。それは 100% ブラジルでプロになれるだけの力が自分にはなかったからだと。そのため翼は自らに課題を課したのです。サッカーの本場ブラジルで通用するためには、中学3年間誰にも負けないようにすること、そのために公式戦に全て勝ち続けると。それができなければブラジルでプロになる力は自分にはまだないのだと言い聞かせたのです。そして翼はあなたの残したノートに従い人一倍努力しました。そして翼はこの夏その課題を見事に成し遂げたのです。全国中学生サッカー大会を含めた中学3年間の公式戦全て、翼は誰にも負けませんでした。日本で全国大会 V3 を成し遂げた翼は中学卒業後間違いなくブラジルへ渡るでしょう。ロベルトさんが書かれたあのノートにあることを翼は全てマスターしました。お願いです、翼はブラジルへ渡りロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。やあ、
あのさ、頑張るぞ。よろしく頼むよ。なあ、君は誰だい？うん？そうか。ちょっと。どうした？あ！何？なあ。どいてもらう。そうだな。
さあミーティングを始めるぞ。今日の相手オランダは先のイタリアとは打って変わって今大会屈指の攻撃力を誇るチームだ。特に注意すべきはキャプテンのブライアン・クライフォート。ヨーロッパではシュナイダーにも匹敵すると評価される選手だ。もちろんクライフォート以外の選手もみんな一癖二癖ある選手ばかりで油断ならない相手だ。そして攻撃陣にばかり目が行きがちだが守備陣にも注意すべき選手はいる。攻撃に転じても決して一筋縄ではいかないだろう。優勝候補にも挙げられる強国だが恐れず挑戦者の気持ちで向かっていってほしい。同じく優勝候補の一角であるイタリアを破った君たちなら実力を出し切れば勝てると信じている。ここで勝利をつかんで決勝トーナメントを手繰り寄せるぞ。はい。オランダかやはり意識してしまうな。憧れの国との対戦だもん。やっぱりそうなるよね。俺もきっとブラジルと戦うとなったら今の三杉君と同じ気持ちになると思うやっぱり翼君もか。今日少しでも試合に出る機会があったら僕の実力がどれほどオランダに通用するか試してみたいな。そのことだが三杉、今日の試合君は後半から出場してもらう。しっかり準備しておいてくれ。君の能力はもちろんだがそのモチベーションの高さもこういった試合には重要だ。前半はしっかりと相手の動きを研究して後半それを生かしてくれ。頼むぞ。はい。よかったね美月くん。まさかこんなに早く夢が叶うなんて。よし、俺も美月くんに負けないよう頑張ってくるよ。ああ、なんというか言葉にならないよ。オランダと戦うのは僕の夢だった。思い切りプレイするためにしっかり準備を整えておくよ。日本はこのアメリカに渡ってから着実に力をつけてきている。そして下馬評を覆してあのイタリア、あのヘルナンデスから日本は得点をして勝利した。偶然ではヘルナンデスから点を取れん。紛れもない日本の実力と言えるだろう。プレマッチの日本のイメージは捨てて気を引き締めていこう監督、心配いりませんよ。俺が日本のゴールを貫いてみせます。クライフォート、イタリアが負けたのは確かに予想外でしたが、それでも日本は俺たちの敵じゃない。いつも通りやればいつも通りに勝てます。自信を持つのはいいが相手を侮るのはいただけないな。そうだ、奴らはどうあれあのヘルナンデスから得点して勝ったチームなんだぞ。用心に越したことはないと思うがな。いくら得点力があろうとどうということはないさ。俺たちは点を取られたらそれ以上に点を取ればいいだけのことだろ。なあ、その通りだ。だいたいクリスマンはビビりすぎなんだよ。ビビってるわけじゃない。素直に彼らの試合を見て警戒すべきだと判断しただけだ。話を聞いていれば。クリスマン、いつからそんな臆病者になった。レンセン、お前まで。身長も過ぎると臆病と変わらないぞ。まったく、お前たちというやつは。そこまで言うなら大丈夫だ。細かいことは言わん、好きに暴れてくるんだ。はい。いいかみんな、俺たちの目標はあくまで全勝での完全優勝だ。ここは通過点に過ぎない。そうそう、だから軽く蹴散らしてやろうぜ。ああ、
俺たちの目標はあくまで大会の頂点。そう、俺たちが世界一だと知らしめることだ。そうと分かれば、さあキャプテン号令頼むぜ。なあ、今日も1点や2点で満足するな。いつでも点を狙うのがオランダのサッカーだ。勝つのは間違いなく俺たちだ。みんな行くぞ。お、さあやってまいりました、ジュニアユースワールドチャレンジ予選リーグ全日本の第2戦目。本日の相手は先日のアズーリイタリアに続く強敵、恐怖のオレンジ軍団オランダ。常に得点を狙うアグレッシブさを信条とし、前線に豊富なタレントを揃えたその攻撃力は参加国中でもトップレベル。特にキャプテンのクライフォート君は今大会屈指のストライカーとして注目の選手。先日のセネガル戦の活躍は記憶に新しいところです。対する日本も負けてはいません。プレマッチ参戦、予選リーグ第1戦と強敵との戦いを経て着実に力をつけています。このアメリカに渡ってからの成長で言えば参加国中トップレベルかもしれません。オランダにも引けを取らない戦いができるはず。期待しましょう。あれはブライアン・クライフォードか。実際にどんなプレーをするのか楽しみだ。あいつはあちらのキャプテンだ。向こうは俺のことは眼中もなさそうだな。思えばアメリカに来てからずっとそうだ。ならばこの大会を通じて俺たちのことを見る目を変えるしかない。そのためにもこの試合勝つ。日本っていうと小学生みたいなやつばっかりかと思ったら、思ったより体格がいいのもんな。俺と競り合えそうなのも一人二人いるようだな。まあそれくらいじゃなきゃ俺たちが楽しめないだろ。そいつは言えてるな。相手がどうあれ俺がディフェンスをこじ開けてやるさ。あとは全員でゴールを量産してこの試合も狙うは完全勝利だ。おっ、観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。全日本対オランダ、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。そして今大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド全日本、攻守にバランスの取れたフォーメーション。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイドオランダ、
攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテンクライフォード君を中心とした超攻撃的サッカーが魅力のチーム。鮮やかなパス回しから仕掛ける怒涛のチームアタックは脅威の一言です。まもなくキックオフです。みんな、俺たちは挑戦者だ。相手がどこでも恐れず行くぞ。さあ来い日本、ドライブシュート。俺たちオランダが蹴散らしてやるぜ。ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。クリスマン君、ロングパスを受けます。佐野君、ここはパスに切り替えた。力を貯めて強力ドライブシュート。トミーハッのセービング。あっと、これも弾いた。肩を出します。翼君、ここで奪った。ここから打ってきた。あっと、これも弾いた。さあ、この位置で受けた。待てるわけにはいかん。水崎君、ここは抜かせません。シュートだ。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを出します。激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。クライフォード、パスを出します。佐野君、ボールを奪った。必殺のシュート、ドライブシュート。ドリブル、このシュートに反応している。リンク君、このパスチャージが決まった。シュート。パントキックで大きく蹴り出した。佐野君、軽技するような動き。よし、三崎君、これは気になる一撃だ。これも反応しているぞ。ドールマン君、ボールはまだ生きている。ディック君、これをトラップ。あっという間に前半の15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。このタックルは不発に終わります。佐野君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけ、どうした、そんなものだったか。レンセンブリンク君、ここからチャンスを作れるか。ゴールを狙う。ドールマン君、ゴールを割らせません。かばして振り切った。クライフォード君、渋滞だけじゃ俺は止められないぜ。よし、松山君、ここは抜かせません。これは血を吐いて、いくらになったな。ドールマン君、このシュートに反応している。パントキックで大きく蹴り出した。ぶつかっていった。行くぞ。ここからシュートに持っていく。これは大きくドライブシュートだ。ドールマン君、ボールはまだ生きている。パスを受けた。チャージが決まった。よし、横をすり抜けた。ボールがタッチを割りました。オランダ、ここでスローインを得ました。これで止められない。連戦ブリンク君、ここは抜かせません。チャンスが決まった。みんな、本物のサッカーを見せてやろう。オランダ、前線の動きが活発になった。ここでオランダの進化を発揮するか。はじきます。こぼれ球をものにした。ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。さあ、前半アディショナルタイム突入。ドライブシュート。できればいい流れで前半を終えたいところ。これはボールと相打ちの形になった。ゴールを狙う。ドールマン君、ボールはまだ生きている。さあ、この位置で受けた。ここから
崎くん、シュートだ。チャンスが決まった。翼くん、ここから打ってきた。いいぞみんな、よくオランダの猛攻をしのいだ。しかしあの手の攻撃的チームは一度流れをつかませるとそれを止めるのは困難になる。この調子で相手にペースを握らせずに攻撃も守備も自分たちのリズムを崩すな。むしろ同点だが負けているくらいの気持ちで自分たちが巻き返すつもりで行こう。後半も厳しい戦いになるだろう。このハーフタイムしっかり休むんだ。はい。監督の言う通り、オランダの攻撃陣相手に同点では負けているのと同じに思っていると俺は思う。後半巻き返すくらいの気持ちで俺たちも積極的に得点を狙っていこう。おっ、やっぱり精神的にも翼くんがこのチームの中心だ。それに対してオランダの中心は紛れもなくクライフォート。あのクライフォートの自信を打ち砕ければきっとオランダは一気に瓦解するはずだ。そうすればきっとこの試合勝機が見える。僕がそのきっかけを作れれば。水木君、いよいよ出番だね。うん、そのためにこの試合の前半僕はベンチにはいたけれど、みんなと一緒にずっと試合をしてきたつもりだ。俺は思うんだけど、この試合の勝利のきっかけはきっとクライフォートを破ることなんじゃないかな。翼くんも一緒の意見か。そのきっかけ僕が作ってみせるよ。ああ、さあ行こう。そろそろ後半が始まる時間だ。よし、みんな行こう。ここまでやったんだ。この試合絶対に勝つぞ。くそ、日本相手にこんな折り返し方をするなんて。やつら思っただけずっとやりやがる。イタリアを破った実力は確かなものだ。前半の出来なんか気にするな。クライフォート、勝敗は試合が終わった時にだけ決まる。後半に勝ち越してやればいいってだけの話さ。たとえ何点差があろうと俺がそれ以上に点を入れてやる。世界一を目指す俺たちがこんなところでつまずいていられないだろう。クライフォード、すまない。こんな時お前の自信が頼もしいよ。俺はこの大会で俺が世界一だと証明する。だから任せておけ。何度でも日本ゴールを貫いてやるさ。クライフォートにばっかりいい格好させるかよ。なあレンセン、俺たちもやってやろうぜ。もちろんだ、言われるまでもない。さあ行くぞみんな。試合が終わった時勝者となっているのは俺たちだ。おあのオランダと戦う日が来た。今の僕の力はどれほど通用するのだろう。いや迷うな。持てる力を全力で発揮するだけだ。そして14を背負うクライフォート、翼くん以来だ。こんなに戦うのが楽しみな相手は。あの選手、背番号14か。その実力、俺じきじきに見てやるぜ。この後半、日本に攻撃のチャンスは与えない。日本よ、勝つのは俺たち、オランダだ。よし、元ぶつかっていった。それドリブルと見せかけてパス、キューパスを回す。俺のパワーが通用しない。ボールダッシュ成功。これを見ろ、力を貯めて強烈シュート。
ボールバック横に飛んだ。これはキャッチできない。コルフ君、これはトラップ。ソラ、クリスティン、ここは抜かせません。シュートを放った。よし、フェイントだ。ドリブルでボールを運ぶ。いっけ、シュート。ボールマン君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。ボールを奪った。くそ、やはりすごい選手だ。素早く横にかわす。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。石崎君、ここは勝負を避けた。水木君、飛行士の華麗な技だ。ドリブルと見せかけてパス。モラモラ君、ボールダッシュ成功。ここはパスを出した。サマカール渡しのような動き、シュートを放った。体ごとぶつかっていった。サマ君、ボールを奪った。石崎君、ここはパスに切り替えた。カイザー君、激しいタックル。サマ君、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。キューガ、キューガ君、ゴールを狙う。ボールマン君、これはキャッチできない。それ、この10番何者だ。ボールを奪うことができません。キューガ君、シュートだ。これは一騎打ちだ。ボールは高く打ち上がった。空中でぶつかり合う。両雄再び激突。両者もつれるようになった。フィリップ君、ボールを持った。それ、クライフォート君、パスを出す。三杉君、タックルを決めた。しかしこうでなくては。そこ、翼君、ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。ここからシュートに戻る。ドライブシュート、ドライブシュートが今飛び交った。と止めた。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。オランダチーム一丸となった超攻撃策が炸裂か。佐野君、ここは抜かせません。全力、ここは全力のプレーで勝負をつかみ取りました。俺の翼君、一発のシュートでゴールを狙う。このゴールに飛びつく。翼君、先制のゴール。ゴールを奪えないキーパーなんていない。
翼くん激しいタックル、ボールダッシュ成功、体ごとぶつかっていった、翼くんシュート、ドールマンくんゴールを割らせません、いけ、翼くん激しいタックル、渾身のシュート、ドライブシュート、ドライブシュートだ、体ごとボールにぶつかっていく、ブロックを突き破りゴール、はっ、翼くんタックルも決めた、ここはパスに切り替えた、ヘンドリックスくんボールを狙うも届かない、よし、ヘンドリックスパスを回す、ジョン、ここは抜かせません、スライディングで止めた、クリスマン君センターラインを越えて攻め込む、ここからセンタリング、クライフォート君クロスに合わせに行く、空高くで火花を散らす、横っ飛びで鋭く反応、若林君これはキャッチできない、劇的な幕切れ、終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。候補のオランダに勝ったんだよ、イタリアに続いて厳しい戦いだったがやったんだな、2戦連続まぐれとは言わせねえ、これが俺たちの実力だ、やっぱり勝負事は終わってみるまで分からんの連続して優勝候補国を倒したんだ、俺たちだって優勝を狙えるんじゃねえか、そうさ、遠征最初の頃の俺たちとはもう全然違うんだ、ああ成長したよな俺たち、みんなが努力を怠らなかった結果さ、お努力とガッツだけが俺たちの取り柄だからな、俺たちとか勝手にくくるな、それしかないのはお前だけだ、よしこの調子で次も勝って全勝で予選リーグ突破を目指そう、それにしてもブライアン・クライフォード、恐ろしい相手だった、俺ももっともっと頑張らなきゃな、俺たちが負けた、バカな、信じられねえ、ああそんな、こんなところで、みんなまだ下を向くな、クライフォード、確かに全勝優勝の夢は終わってしまった、だが次のイタリア戦を勝てばまだ優勝はできる、気を落としている暇はないはずだ、そうだクライフォードの言う通りだぜ、ああまだ俺たちの大会は終わってないんだ、これからも頼むぞクライフォード、任せろ、次こそは俺が勝利に導いてみせるさ、まあ今日のところは素直にこの俺たちに勝ったあいつらを祝福してやろう、この俺の顔に泥を塗った今日の敗戦は忘れない、そして次に会った時は必ず俺たちが勝つ、楽しみに待っていろ、イタリアとセネガルか、
どっちが有利なんだろう。そりゃやっぱりイタリアさ。うん、セネガルはスピードでディフェンスの裏を取るチーム、でもイタリアはゴール前を固めるチーム。つまりセネガルは自分たちの型で戦えないわけだからね。おい、セネガルの陣形見てみろよ。あれはセネガルが引いてる。いや、あれはイタリア相手にロングボールは使いづらいから、その前に相手を誘い出そうっていう作戦だ。セネガルのデータはプレマッチも含めてチェックしたけど、この戦い方は初めてだな。指導者からすれば、選手が慣れていない作戦を取るのは怖いな。おそらく選手も不安なんじゃないか。そうですよね。それにテクニックはイタリアが上です。うまくいくかな。セネガルは攻めるこちらの裏を狙う作戦か。それなら、さあ試合開始。おっと、イタリア、フェルナンデス君の指示で全員が一気に上がっていく。セネガル、意表をつかれたか。イタリアの高速パス回しについていけない。そしてルチアノ君にボールが渡った。そんな見え見えの手が通じるかよ。おいおい、もう先制点入っちまったぜ。ヘルナンデスがセネガルの作戦を読んで、それで一気に攻勢をかけさせたんだ。立ち上がり、しかも不安な気持ちのセネガルじゃあのパス回しは防げない。作戦勝ちだな。もうセネガルは攻めるしかない。でも攻めれば攻めるほどイタリアの術中にはまる。イタリアは一気に優位に立ったよ。試合終了。イタリア、セネガルに完勝。セネガルはサンゴール君の正確なロングボールもイタリアディフェンスの網にことごとくカットされ、苦し紛れのロングシュートもヘルナンデス君には通じず、逆にルチアーノ君のカウンターの餌食になり次々と失点。セネガルは圧倒的なボール保持率でイタリアを攻め続けましたが、結局1点も取れず、これでセネガルは2連敗で予選敗退が決定。一方イタリアはオランダと勝ち点3で並び、最終戦の直接対決に全てをかけることになります。思った通りの結果になっちゃったね。これでセネガルは予選の負けが決まったんだろ。ならもうモチベーションもなくなったんじゃねえの。だとしたら次は楽勝じゃの。確かにセネガルは選手の動きがバラバラで統一性がない。でも足は速いしジャンプは高い。それにスピードがある分、勢いがつけば止められなくなるかもしれない。もしあいつらにチーム一丸となる何かがあったら、一気に強敵に化けるんじゃないのか。今日も練習お疲れ。お疲れ様です。よう、お疲れ。ようやく待ちに待った晩飯だな。なんだろうな、とりあえず肉なのは決まってるけどな。そういやアメリカ来てから毎日毎食肉食ってるよな。ギャッ。毎日たらふく肉が食えるんじゃから、わしには天国のような場所たい。ほんと、食事を見てるだけでこっちの選手たちの体がでかい理由がわかる気がするよ。どうした翼、ここのところ元気ないじゃないか。ちゃんと休んでるか。ありがとう、大丈夫だよ。ならいいけどよ、無理するなよ。うん。
ダメだ。スピードも回転も、これ以上はもう。やっぱりな、こういうことだと思ったぜ。ヒューガ君、ドライブシュートのパワーアップが狙いか。うん、でもうまくいかないんだ。翼、こいつを使ってみろ。これはヒューガ君のブラックボール。壁にぶつかった時に誰かの助けを借りるのは悪いことじゃねえ。俺もそうして壁を乗り越えてきた。ヒューガ君、翼、一人で悩むな。ありがとう、ヒューガ君。このボール使わせてもらうよ。ああ、ついにブラジルの試合が見られるんだ。今まで練習スケジュールの都合でブラジル戦はスタンドに来られなかったもんね。俺もブラジルの試合は生で見たことないからな。楽しみだぜ。ブラジルの中盤ロベルトがつけていた背番号、ジュニアユースチームとはいえそれを背負うカルロス・バーラという選手、一体どんなプレーをするんだろう。まもなく後半10分。ここまで両チーム0対0、サウジアラビアが前線しています。ブラジル初戦のスペイン戦もそうでしたが、どうにもパスのつながりが悪い。おっと、ここもサウジアラビアにカットされた。これはまずいぞ。なんだよ、ブラジルってこんなもんか。そんな、どうしてブラジルがこんなバラバラなサッカーを。ボールを奪ったサウジアラビア、ブラジルゴール前へ攻め上がる。あっと、しかしボールを持った選手にブラジルの選手が凄まじい勢いで近づく。これはブラジルの10番カルロス・バーラ君のタックル。サウジアラビアからボールを奪った。そしてそのままドリブルで攻め込んでいく。カルロス君単独突破、次々とサウジアラビアの選手をかわしていく。ルシアのレオ君やキャプテンのアルベルト君もカルロス君をフォローするように上がっていく。しかしカルロス君は後ろも周りも全く見ない。自分一人で最後まで行くつもりなのか。決まった、カルロス君フィールドの半ば以上を独走してのスーパーゴールだ。タックル、ドリブル、そしてシュートまで全く無駄のない正確無比のテクニック、これがブラジルの10番の実力だ。おお、やっぱブラジルのエースってすげえな。翼くん、試合終了。ブラジル、サウジアラビアを撃破。試合途中までは調子の上がらなかったブラジルですが、試合終盤に立て続けにゴールを挙げ、終わってみれば圧巻のスコア差となりました。エースのカルロス君は今日も得点を量産し、前の試合に続いて好調をキープ。ミッドフィルダーレオ君、ディフェンダーでキャプテンのアルベルト君、そしてゴールキーパーのケイジーニョ君もそれぞれのポジションで奮闘し勝利に貢献しました。それにしてもカルロス君はゴールを挙げた時も、こうして試合に勝った時も全く表情が変わりません。彼にとってはあまりに当然の結果すぎて喜ぶまでもないということでしょうか。今日の試合を見た感じ、ブラジルはあまり連携がうまくいってなかったな。ブラジルは
国内のクラブチームの調整に難航して直前まで代表チームを組めなかったらしい。そのあたりが影響しているのかもしれないな。チームとしての練習不足か。ブラジルはまだまとまりがなかったけど、強豪国にはよくあること。大会が進めばきっと調子は上がってくるはずだ。そしてエースのカルロス・バーラ、確かにすごい選手だ。フィジカルも強いし、テクニックも正確。他の選手とはレベルが違う。でもなんだろう、見ていて少しもワクワクしないんだ。まるで感情が見えない。そう、勝つためだけにプレーする機械みたいなんだ。俺にサッカーの楽しさを教えてくれたロベルトがつけていた背番号10、同じブラジルの10番を背負っていてもこんなにも違うものなのか。ドイツ、俺たちが借りを返さなきゃいけない相手だね。シュナイダー、お前たちの戦い見せてもらうぞ。ドイツ対ポルトガルの一戦、まもなく前半終了ですが、ここまで全くのドイツペース。シェスター君とカルツ君が中央のスペースを完璧に支配してポルトガルにボールを渡さず、前線のハイネ君がボールを供給してマーガス君とシュナイダー君が得点を量産。そしてまたもやハイネ君からシュナイダー君にボールが渡った。決まった！シュナイダー君のファイヤーショット、これでハットトリックだ。まさにドイツの若き皇帝、その名にふさわしい活躍だ。みんな、なぜあのシュートがファイヤーショットと名付けられたか知ってるか？え？そういや、日本でも火の玉とかよく聞く表現だよな。そう思う人も多いみたいだが、そうじゃないんだ。火の玉シュート、目にも止まらぬあのシュートは実際に燃えているんだ。なんだって。空気とボールとの摩擦か、シュートした際のスパイクとボールの摩擦か、またはゴールネットとボールの摩擦か、いずれにせよゴールインしたボールはプスプスと焦げ臭い匂いを放っているんだ。そこから名付けられた一撃必殺のシュート、それがシュナイダーのファイヤーショットだ。一撃必殺か。試合終了。ドイツ、ポルトガルを全く寄せつけず、まずは最初の勝利を手にしました。ツートップのシュナイダー君とマーガス君、ダブルボランチのシェスター君とカルツ君、そしてそれをつなぐゲームメーカーのハイネ君、攻防一体となったこの布陣、全く隙がありません。優勝候補筆頭との評判通りの戦いでした。カール・ハインツ・シュナイダー、ヒューガ君が世界一のストライカーを目指すために、その第一のライバルになる相手だね。ああ、今日のシュナイダーのファイヤーショット、回転も伸びも少し以前とは違って見えた。まさか。ちょっといいかい？何の？よ、誰だっけ？そうだな。すまない。
好きにしろ。よし。あのさ、ああ、うん、ああ、やあ、いいぞ。頑張ってくれ。いや、そうだな、いいぞ。頑張ってくれ。頼むぞ。頑張るんだ。